さあ、それではいよいよボス戦。三章のボス、溶岩魔人と氷河魔人同時に来るのかな。戦ってみたいと思います。いよいよだ、ガミトモ。いよいよマイラとガライアを支配する魔物の親玉と対決する時だ。あんたが作った超激突マシンは使いこなせるようになったかい？ちゃんと試運転して敵に攻撃できるようになっておきなよ。さあ、準備ができたらいよいよ魔物の親玉との決戦だ。ガミトモ、戦いの準備はいいかい？はい。これやっぱりみんないなくなっちゃうのかな。心配することないさ、ガミトモ。誰かから与えられたものでも、見知らぬ誰かが作ってくれたものでもない。自分が作り出したものの力を信じるんだ。あんたが作った最強の兵器の出番だよ。超激突マシン。ダサいけど。さあ、これがこの地での最後の戦いだ。魔物の親玉をド派手にぶっ倒しておくれ。さあ、来るぞ。で、みんないなくなっちゃうのかな。紫色の闇に包まれるのか、みんな。いつも通りか、これ。特設フィールドになるんでしょ、これ。あ、みんないなくなっちゃうんだね、やっぱり。あ、やっぱりいなくなっちゃうね、みんな。って言うと、攻めてくるのはいつもこっち。わーったー、溶岩ブロックと、出た、溶岩魔人&氷河魔人。炎と氷を操る者。つぶらなお目目。っていうことはこれ上からグワーンって投げ込んでくるのか。そら拠点壊されるわ。その手は何？これ熱いのかな？おっと、火柱出してくるのか。火柱って技あったな、ドラクエに。よいしょ。いた。あ、こっちだ。いた。マジの腕に突進。マジの腕を倒した。ほう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 。マジの顔に突進せよ、25秒。残り、オッケー、行く。まだ時間はあるな。タコみてえだな。くらえっとー !475! 気持ちいいね。また腕から、次、氷河魔人が来るのか。あ、こっちだ。よいしょ、体当たり。嘘でしょー。間違えた。危ない。命の木の実。危な。いろいろと操作ミスが。移動しながらこれ。物持つの変えたい。よしよし、これは間に合いそう。とりあえず避けずにもう倒していくか、どんどん。よいしょ。ちょっと。もういいや。もうそのまま。よいしょ。あれー、いた。ブリザード邪魔だな。よし、当たった。で、これでいなくなって、とそこにいんのか。タコいた。これはそんな難しくないな、ここまで来た。はい、オッケー。氷河魔人を倒した。氷河魔人を倒した。しもべたちが現れた。魔人のしもべを倒せ。はーい。あ、まだ氷河魔人手がある。っていうことはまだやっぱ生きてんだ。これくるくる回りながらでいいのかな。倒した倒した。この細い道狙ってみるか。危ない。あー、腕はそうやって、熱っ。腕はそんな、いって、石の剣じゃダメだね。魔人の金づち、熱い熱いよこれ。で、これと石の剣で攻撃しようとしたの。これでブリザード倒す。この時に腕に当たっても意味ないんだろうな。よし、あと4体。どこだ、ちょっと通っていい。お、ダメージ入る。あ、ダメージ入るんだ。もしかしてあれも魔物のしもべなのかな。魔人のしもべになるのか、あの手も。よし、じゃあ、あの手も攻撃対象か。 OK。 よいしょ。一回逃げてぐるっと回って、よいしょ、倒した。よし、あと3体か。オッケー。まずブリザード、もう一回。よし、倒した。落ちんのかい。ちょっとこの操作が難しいけど。よし、で倒し終わったよ。どこに出てくる。お、氷河魔人か、氷の。あ、え、あ、炎と氷が合わさるんだ。半々になるの。合体した。え、またここ合体魔人。もうちょっといいネーミングセンスなかったですかね。いた。よいしょ、
合体魔人の腕を倒した。魔人のもう片方の腕に体当たりしたよ。両腕を倒した。ほうほうほう、こっからこっから物乗った方がいい。どこにいる？魔人の顔に体当たり、オッケー。ブリザードうまくかわして体当たり500。腕が蘇る。オッケー。これは当たらないだろ。炎からいくか。よいしょ、片腕を倒す。オッケー。あっちか。それの繰り返しだな。で次でとどめっぽいな。これを壊してオッケー。これで落っこっちゃうんだよな。もうちょっとこれの操縦技術を磨いといた方がよかったか。よし、とどめだな。いよいよあと25秒ある。ゆっくりと、とどめな。あ、まだまだちょっとだけか。次ね、かわして、まずはほい。おし、どこだ、あっちか。魔人の腕に突進せよ。突進で多分反対側に出るな。どこだ、そこか。何にもしてこない。いや、簡単簡単。さよなら、倒した。なんか持ってる。なんだこれ、砕けた宝玉。イエーイ、思いついた。太陽の石をひらめいた。伝説のアイテム、太陽の力が秘められた聖なる石、狂った大地を癒す。よし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 。おー、おいっす、みんな。よっしゃー、生かしてるじゃないかと。さあ、みんなに話聞いてみようかな。おー、素晴らしい、魔物の親玉を倒してくれたんですね。神友さん、僕は今回の戦いで思い知りました。筋肉というものがいかに大切である、大切なものであるかということを。これからは筋肉の方々に教わって、たくましい筋肉を身につけたいと思います。神友さん、本当にありがとうございました。筋肉認めちゃった、コルトが。シェネリー、すごい、ヨガ魔人とヒョガ魔人を倒してくれたんですね。私はここに来て筋肉の大切さを知りました。だけど筋肉のないガミトモさんを見ていると、筋肉よりも大切なものがあるんだって思います。なるほど、ガミトモさん、魔物たちを倒してくれてありがとうございました。シェネリーとコルトはやっぱり価値観が真逆なんだな。魔物が襲ってきてもシェネリーは戦うけど、男の方のコルトは逃げちゃうもんな。ガミトモ、よく溶岩魔人と氷岩魔人を倒してくれたわね。あんたってやっぱりすごい、最高よ最高だわガミトモ。あら、なんだか物欲しそうな顔してるじゃない。うう、分かってるわよ、約束してた筋肉パフパフのことでしょ。でも焦っちゃダメ、まずはマイラとガライアの空に光を共に戻してちょうだい。誰も求めてないんだけど。これがベイパー。素晴らしい素晴らしいぞガミトモ、よくぞ魔物どもを打ち倒したな。しかし姉ごと作り出した発明品で溶岩魔人を倒すとは、まさか筋肉の出番がまるでなかったなどとは言うまいな。むむ、そうか、作り出した発明品を持ち上げるために筋肉を使ったのだな。がはは、それならばよい。やはり筋肉なしくしては平和はなかったわけだ。無理やり筋肉と結びつけてる。じゃ、ガロン。うおーうおーうおー、ガミトモ、ついについに魔物の親玉をぶっ倒してくれたんだな。う、俺は嬉しいぜ、ひ弱だったお前がこんなにすげえことを。さあガミトモ、お前の力でマイラとガライアに光を取り戻してくれよ。これでもう最後のあれは終わったってことね、戦いは。おお、よくやってくれたねガミトモ。あの合体魔人を見事にぶっ倒してくれたんだ。魔物どもめ、やっぱりラライの発明を悪用していやがった。だけどあんたが作った兵器の勝利だね。やったじゃないかガミトモ。え、なんだって、みんなで超激突マシンを作れたからだって。あんた絶望的なネーミングセンスの割に泣かせること言ってくれるじゃないか。ところでガミトモ、あんたが持ってるその石は何だい。ひょっとしたらそれを素材にすれば空の闇を晴らす何かが作れるんじゃないか。その宝玉を使えばとなってるね。じゃあ宝玉を使うか。多分最後はマシンメーカーじゃないのかな、作るの。あった、太陽の石、魔法インゴットとマグマ岩で。うおうお、ブワッとなった。ブワッ、うわー、すげえ、すごい、太陽の石を作った。でアメルダが来るのかな。来た来た来た。
おお、ガミとも、ついに太陽の石が完成したんだね。これでこのマイラとガライアを覆う空の闇を晴らすことができるはずだ。ありがとうよ、ガミとも。あいつもラライも喜んでくれてるといいんだけどね。さあガミとも、その太陽の石を希望の旗に掲げな。じゃあ掲げますか。これで第3章クリアですね。使う。おお、音、これが太陽の石。2章と同じようにシャンシャンシャンってなるのかな。おお、おお、いつ見てもスッキリするな。達成感があるこのシーンは。いやー、第3章長かったなー。でも面白かった、いろんな兵器とか作れて。ちょっと画面中央左に散らばってる大砲の吹っ飛ばしたクズが気になるけど。マイラとガライアに光が戻った。ガミとも、よくやりました。これでこの地は竜王の悪しき力から解放され、人々は自らの力で発展していくことでしょう。しかし忘れてはなりません。この世界にはあなたを待つ人がまだ残されていることを。おお、ガミとも、見てみなよ、空に光が、光が、なんて綺麗なんだろう、なんて、なんて、なんて。まあ、アメルダは本当にその思いもひとしおだろうね。その夜、マライアって言っちゃうんですね。マライアキャリーが頭にあるからかな。マイラとガライアの復活を祝う宴が開かれた。酒を手に盛り上がる荒くれたち。筋肉にそれぞれの思いを馳せる若者たち。そんな彼らの向こうにアメルダを見つめるラライの姿があった。お、ラライは満足そうな笑顔を浮かべ、優しい眼差しをそっとアメルダに向けていた。あ、これでちょっと許してあげたのかな。しかしそんなラライの姿を見えたのはガミ友だけのようだった。そして夜が明けた。イエーイ。目が覚めたかい、ガミ友。いてててて、頭がガンガンするよ。二日酔いか。さすがに昨日は少し飲みすぎちまったみたいだ。私も柄になく酔っ払ってね、見えるはずのないもんが見えちまったよ。あいつの姿が見えた気がしたのさ。多分酔っ払って見えた幻だろうけどね。幻じゃないんだな。ははは、あいつってば、笑ってやがって嬉しそうにさ。それはそうと、ガミとも、ガロンが西の方でおかしな光を見たらしい。無理にとは言わないけど、気になるなら行ってみるんだね。西っていうとこっちか。ああ、あれが第4章。おそらく、聞いたところによると、このドラゴンクエストビルダーズは全部で第4章ということで、次が、終章、終わりの章になるのかなといった感じでございます。また街の人の話聞くか、最後。ふう、ひー、はあ、おお、ガミ友さん、どうです僕の体。前よりも少し筋肉がついたと思いませんか。ベイパーさんに筋力アップの相談したら、日々の暮らしで使える服を作ってくれたんです。見た目こそ同じですが、僕が着ている服は普通の服の5倍の重さがあります。ドラゴンボールか。これでたくさんの筋肉がつけば、シェネリもきっと喜んでくれるでしょう。シェネリは今、筋肉よりも大切なものに気づいちゃったからな。ガミ友、ありがとな。姉子の支えになってくれて。見ろよ、あの姉子の晴れやかな顔。あんな姉子の顔を見たのは久しぶりだぜ。ガミとも、お前は俺の誇りだ。でもって俺の一番のダチだぜ。ガロンとすごい熱い友情を築いてしまった。ガミとも、わしが最初に教えた筋肉のつけ方は実際にやっていたのであろうな。忘れたとは言わせぬぞ。いつも腹筋を意識しとけというあれだ。次のステップとして、今度は筋肉への呼びかけ、語りかけをやってみるという。中山筋肉んだ。毎日どんな時も声に出して筋肉を励まし、筋肉の存在を意識するのだ。さあガミとも、今日から、いや今から早速やってみろ。聞いてるのかい、この筋肉、おいみたいな。中山筋肉んだね、本当に。あ、シェネリが本読んでる。ああ、ガミともさん、空がこんなにも美しかったなんて。この空の下でなら、マイラもガライアもいつの日か緑ある美しい地になりますね。そんな日が来たら、たくさん家族を作って大きな町にみんなで暮らしたい。ああ、ガミ友さん、どこかに素敵な男性はいないでしょうか。いや、もう完全にコルトがアウトオブ眼中に決定したな。そんなもんかな、ガロンに話して。あ、あとあれか。ギエラか。ギエラのその、ちょっと怖いな、ギエラに話しかけんの。うふふ、ガミ友、あなたよっぽど筋肉パフパフがしたいのね。どう、筋肉パフする？いいえ。あ、これ会話終わっちゃうんだ。はい。いいわ、それじゃ目を閉じて。うわっ！ああ、ダメよ、ガミとも、焦ってはダメ。
それじゃあ行くわよ。パフ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 。バフ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 フバフバフボフ。おら何が起きた。吐き、あはは、倒れた、倒れてしまった。ガミ友が、伝説のビルダーが倒れてしまった。あら、ガミ友大丈夫？鼻から止めどなく血が流れてるけど。またして欲しかったらいつでも言いなさい。もうとんでもないダメージを受けたな。精神的ダメージの方が大きいかもしれない。ガミ友、私には分かってるよ。あんたの一番の目的はあの魔物の王、竜王を倒すことなんだろう。あんたなら必ずやれるさ。私はガミ友の力を信じているよ。このマイラには竜王を倒す力を秘めた王者の剣って剣の伝説があってね。今は剣そのものもその作り方も全て失われてるらしいけど、もし作り方が分かったら真っ先にあんたに教えに行くよ。王者の剣っていうのはドラクエ3に出てきたあのバギクロスを出すあれ、そしてその後ドラクエ1でロトの剣になるあれ、出てくるんだやっぱり。いやー楽しみだな。第4章はいよいよ多分竜王との戦いになるのかな。さあ、それではこのまま先へ進めてしまいたいと思います。そして、拠点再建っていうか、まあ、崩されてないんだけども、拠点復興のちゃんとした街を作るライブは、また今度やりたいと思います。時間にして多分これが投稿するのが25日の夜なので、まあ、その次の日26日の夕方夜にやろうかなと思います。で、では第4章にそのまま行っちゃいたいと思います。拠点はそのまま、第3章のセーブデータを作っていけるので大丈夫です。では、じゃあ行っちゃいますかね、第4章に。みんなとのお別れ。そして王者の剣っていうワードが聞いてしまったからには早く先へ進みたい。ウキウキ。西はこっちか。ここにやろう。ここでキメラの羽を手に入れても第4章には持っていけない。でも一番お世話になったアイテムは、あれかな、守りのルビーかな。直接攻撃ダメージ半分にするっていうのと、あと魔法の鎧と魔法の盾で魔法攻撃を半分にするっていうのはかなり大きかったな。この第3章にもなると、最初の方は食料が全然手に入んなかったけど、話が進むにつれてどんどん安定してきて面白かったな。でまた最初からやり直しっていうね、この第4章始まるのもまた楽しい感じですね。じゃあ行きましょうか、第3章第4章。その光は次なる地へとあなたを運ぶ光の扉です。この地で得た力も学んだことも新しく目覚める地では通用しないでしょう。もしひとたびその光をくぐればあなたは全てを失うことになるのです。そしてその扉が通じる先は私の力も及ばぬ死の大地、ラダトーム。あなたはその運命の地で自らに課せられた使命を果たさなければなりません。あなたの役割もそこで終わりを迎えるでしょう。さあ光の渦の中に飛び込むのです。すべては精霊の導きのままに。最高。多分来るのはアメルダかな。はい、来た来た来た。あ、ガロンか。おい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 、どういうことだよガミ友。なんでよ、行っちまうのかよ。俺に何の挨拶もしねえでよ。なあガミ友、行かねえでくれよ。これからは一緒に違うビルダーを目指そうぜ。ボディービルダーだろお前の言ってるのは。ってこんなわがまま言っちゃ姉子にぶん殴られちまうよな。お前は世界の闇を晴らさなきゃならねえ。ボディ的なビルダーなんて目指せねえよな。にしても姉子も白状だよな。こんな時くらい顔出してくれてもいいのによ。来るか？来ないか。なあガミとも、俺は知ってるぜ。お前これからラザトームに行くんだろう。そこは全て失われた死の大地、悪しき者が支配する灰色の世界だって噂だ。ガミとも、そんな場所に旅立つお前に、俺から一つ渡したいものがある。もし他のものを失ってもこれだけは何としても持ってってくれ。それじゃあ元気でな。無茶したりカッコつけたりするんじゃねえぞ。頼んだぜガミとも、お前の力でこの世界をアレフガルドを復活させてくれ。熱いね。第2章ではエルから渡された桃垣の実をそのまま食べちゃったからな。第3章のガロンは何をくれたんだろう。多分食料だと思うな。リザルト46日チャレンジ、キャンプレベル5はクリア。ボストロールギガンテス、あー全て倒してなかった。
設計図憧れの人を完成させる。うわ、それわかんない。夏菓子の盾ごとのレシピ発見したけど作ってない。まあ拠点再建ライブの時に忘れずにやるようにします。そういうことか。じゃあ第4章行ってみよう。うわ、灰色の世界だ、本当に。うわー、マジか。うわ、すっぽんぽんじゃん、今度。え、第4章、終章って書いてあった。終わりの章。最初からやるんだ。目が覚めましたか？電波が届かない感じ。そこは、私の光が届かないしの大地。立てるべき希望の旗すら今はありません。ないの？何から何まで最初からやるんだ。そこに何か見えますか？まずは人々に会い希望の旗を探すのです。すべては精霊の導きの間。うわ、最初からだ。本当にダンベルをよこしたのか。ガロンありがとう。本当に最初からだ。巨大な角。一応回転切りは忘れてない。岩もあるんだ。あ、これ草も壊せない。人がいる。一応木と石はあるな。人だ。待っておったぞ、神とも。そなたがやってくるのを何年も何年もな。そなたこそ大地の精霊ルビスが使わした伝説のビルダーなのであろう。そうであったか。長年待ちに待ってきた者がこのように頼りなげな若者とは先が思いやられるが、まあ致し方あるまいの。わしは預言者ムツヘタ。ひとまずわしの後についてくるのじゃ。早っ。おじいさん身軽だね。ちょっと周りを見渡すか。何もない。水が生えあるけど本当に何にもない。灰色の死の世界だ。あ、ここぜよ。すまぬ、年のせいか息が続かんでの。少し休ませてくれ。神友よ、そなたこそわしが長年待っていたルビスよりの使者。しかしどうじゃ、その頼りなげで薄ぼんやりとした顔は、それに初めて出会った老人にそんなあられもない姿で声をかけるとは。まあよい、目的地はこの先じゃ。ついてまいれ。そんな走るからおじいさん息が上がっちゃうんじゃないの？あ、なんかあるぞ。光がある。なんだ？いや、それにしても本当に何にもない。本当に死と灰色の世界だ。向こうに何かある。あ、緑色の草が生えてる。ん？これは？あ、墓標か。また疲れたの？目的地に着いたら死んじゃうんじゃないか、このおじいさん。そなた今わしを追い抜こうとしなかったか。ごめんなさい、しました。まあよい、肋骨に鞭を打つのも限界じゃ。目的地はまだ先じゃが、少し休ませてくれ。この地はかつて繁栄を極めた王都ラダトームがあった大陸じゃ。しかし見ての通り、今やこの地は人の生きられぬ死の大地。あらゆる希望が失われた闇の世界と化しておる。この地を救い、ビルダーとしての役割を果たすことがそなたの使命のはずじゃが、そなたのようなものにこの地を救うことができるのじゃろうか。できるよ。まあよい、まずは目的地の地へ行こう。さあわしについてまいれ。抜かしてやる。直線距離的にこっちでしょ。直線距離走ってる方が早いでしょ。はい、先着いた。お姫様。あ、希望の旗あるじゃん。お姫様は？ぜえ、はあ、ご本。ようやくたどり着いたの、神とも。ここはこの地で唯一生命の息吹が残る場所じゃ。この地を最初の拠点にせよと、ルビスのお告げ通りにそなたを連れてきては、来たが、周りはすべて死の大地。まずはこの地をどうにかせねば、何もできまいの。
む、そこにある石像は何か、じゃと。確かにある石像が。それはの、かつてこの地におったとある姫に瓜二つの石像なのじゃ。この場所に生命をがわずかに残ったのはひょっとするとこの像の力なのかもしれぬな。さて、そなたはまずこの死の大地に生命力を与え復活させる方法を探さねばならん。そしてラダトームの城の跡地へと行き、そこにかつての町を築いてほしいのじゃ。しかしその方法はわしにもわからん。あとはそなたが考えてくれ。道に迷わぬようにこれを渡しておこう。今のわしにできることはこのくらいしかないでの。導きの玉緑。あ、いきなりこのアイテム。なるほど。とりあえずじゃあここに、あ、置けない。ここに置くか。どうじゃガミ友よ、なんとかこの死の大地を復活させられそうか。この地には何もない。せいぜいあるのはまばらに残った太い枝と人間や魔物たちの屍だけじゃ。ところでガミ友よ、腹が減らぬか。わしは宙に浮かぶ霞を食べておる。これお主にも分け与えてやろう。え、霞って霧？え？満腹度が全回復した。喉が渇いたら水だけは近くにある。取りに行くなら何か作って持っていくがよい。これバケツか。骨バケツとか。大地を浄化できれば骨組みバケツ。やっぱり骨なんだ。骨素材か。第4章は大地を浄化できれば。なるほどね。一応ここに素材になるようなものあるけど、これか、太い枝。あとはこれはダメなんだよね。まあ傷薬しか作れないよな。あ、ツタがある。うわ、骸骨やっぱりいるんだ。敵普通にあっちになんか光ってるけど。あ、作業台はあるんだな、一応。と言っても骨組みバケツ、あれも作れないのか。大木槌も。骨組みバケツを作るか。作った。これでまあ水をかくしかないか。まあ最初は依頼通りにやっていこうか。お腹が減ったらこの人に話しかければいいみたい。ここにあるのか。で、これで水をすくい取ると。水は何かに使えるかな。この地を浄化できれば。なんだ、浄化噴水じゃないよね。ガミ友よ、腹が減らぬかもしれない。さあ、お主にも分け与えてやろう。そなたの唇、何何何、なんつった？まずは水場へ行ってみてはどうじゃ。そこにはこの地の大地で唯一綺麗な水がある。水を汲むなら太い、ああ、そういうことね。あとはそうそう、その場には意味深な古い本が置いてあっての。何かの手がかりになりそうじゃが、わしは文字を読むことができぬのに。さあ、ラダトーム復活のために、まずはこの死の大地を復活させる手立てを探してくれ。で、ここでセーブか。なるほどね。で、これはチェックできないんだ。ごめんなさい。じゃあ、行くか、旧印のところに。うわ、第4章はもう本当に、まるっきりゼロからスタートか。今までやってきたことを生かすっていう感じか。こういう土は、あ、これは壊せるんだ。あ、一応ダメージは入る。3、4、2。骨か。なんか落とさないかな。一応、弱いな。まあ一応弱いみたい。これで強かったら本当に、レベルが、なんていうの？難易度が高いけど。まあ、石は壊せるけど何にもないよね。これはなんていう土なんだろう。肺がん、岩か。あ、噴水があるんだ。浄化噴水があるんだね。あ、ロトのマークだ。あ、石像も置いてある。とりあえずじゃあ、綺麗な水を汲むか。あ、隣接してないやつダメか。来た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 、綺麗な水。よし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 。読む。アレフガルド・レキテイと書かれた本が置いてある。本を読みますか。はい。おう、我が故郷メルキドを出発してどのくらいの年月が流れたのであろう。私はついにかつての王都ラダトームがあった大陸へと行き着いた。しかしこの地のありさまはどうであろう。まだラダトームのラダトーム城は遥か遠くだというのに、ここにも死や絶望の匂いが溢れている。やはり竜王の城に
ほど近い ラダトーム城が呪いの中心というのは本当のようだ。ただこんな地にあって綺麗な水が飲める浄化の噴水があったのは嬉しい誤算だった。浄化の噴水の近くでバケツを使えば綺麗な水が手に入るのだ。何でもかつてこの地を復活させようとしたとある研究家が設置したものらしい。その研究家はこの地の北で聖なるものの研究をしていたという。もしもこの死の大地を復活させたいと願う者がいれば行ってみるといいだろう。どうやらこの地に降る灰は人の命を縮めるもののようだ。私は先を急ぐ。メルキドの冒険家ガンダル。あ、ガンダルここまで来てたんだ。そして旧印がついたと。これは壊せんのか。ここに銃、これ壊していいのかな。え、あ、壊せないんだこれは。一応浄化の噴水どうしよう。うん、このまま置いとくか。いや、置いといても意味、どうなんだろう。でも多分ここには多分もう来ないと思うから、浄化の噴水壊しちゃおう。拠点の近くの水飲み場にこれ作ればいいか。これは壊せないんだ。どんな顔してるんだこれは。シスターみたいな人か。シスターって言うとエルを思い出すな。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。